冷凍食品大手が来年3月1日の納品分から値上げします。テーブルマークは、冷凍麺やお好み焼き、たこ焼きなど家庭用の冷凍食品の25品目をおよそ5%から10%、業務用の冷凍食品292品目をおよそ2%から10%値上げします。 また昭和冷凍食品はすべての家庭用と業務用の冷凍食品をおよそ5%から15%を値上げしますいずれも原材料である小麦粉や油脂類の値上げ原油高騰で燃料費や物流費がかさんだことが要因です食品業界ではパンやジャム醤油などで相次いで値上げが発表されていて 家計を直撃することになりそうです。